こんにちは、キッシャンです。今日は癒し系グッズを紹介します。よく行く雑貨屋さんで見つけたんですが、我慢できずつい買ってしまいました。タイトルでお分かりと思いますが、こちら焚き火のぬいぐるみです。これの他にですね、これはどうですか。焚き火のぬいぐるみキーホルダーです。こちらはニキっていうブランドの商品で、動物のぬいぐるみをよく見るんですが、まさか焚き火を作ってるとは思いませんでした。ちっちゃくてもとてもよくできています。まあよくできてるっていうのもおかしな言い方ですけどね。こっちも出してみましょう。どうですか、癒されるでしょう。こちらが約20センチで1650円、キーホルダーの方が8センチで1012円でした。実はもう一つ30センチのものもありました。2200円ぐらいだったと思います。このキーホルダーはこういうバッグにつけて持ち歩いてもいいかもしれないですね。20センチの方はインテリアとして適当に置いてもいいと思います。見た感じ iPhone SE2 と比べるとこんな感じです。20センチと8センチですね。さっき言った30センチの方はその辺に置いとくにはちょっと大きいかなって感じなんですよね。今日は2機の焚き火ぬいぐるみボンファイヤーを紹介しました。一家に一つ可愛くて安全な焚き火はいかがですか。それでは